NSC ってどんなとこ？卒業生に聞いてみた。同期で集まってみた。41期編にゃーん、にゃん、やったー。月1でライブとかあったけど、ライブの思い出とか。ライブありましたね、月1回。これはもうありがたい。もう本当に NSC 吉本、うん、やから、そのいいその会場で毎月ちゃんとライブがあるっていうのは本当にありがたい話です。めっちゃ覚えてるわ。人前でできるっていうのはね。300人、400人キャパぐらいの。そうそうそう、月一やから。しかもえぐいな、めちゃくちゃ試せるし。その順番とかもあんねんな。あんね。出順とかでやっぱそのトリが欲しいみたいな俺らからしたら。でその順番見て、あーこんな感じかみたいな。今月はあいつらがトリがあるよ。そうそうそう、上がんかったのに。だからそれをこうよりこう力に変えるというか。そうそうそう、トリやった。来月は絶対トリやったろ。トリ、ボドロフトリやったけど。もうほぼトリ。トリやった。ずっとそうやってた。ボドロフトリやった。いや、そんなこともない。トリもあったし、コトリみたいな時もあったよ。コトリ。コトリはどこなの？トリの話じゃん。1位から最後へ、コトリはどこなの？コトリどこなの？ケツ。トリブロックトリみたいな。それでもブロックトリ。ケツに。そうそうそう。ケツにな。ケツにとかもあった。全然そうじゃないよ。なるほどな。いや、それで頑張ろうとか、またあいつだけで負けへんぞみたいな。あったな、確かに。え、ヨビビは一番印象にあるやつは大ライブ？僕でも大ライブかな。大ライブなんや。え、それはどうやってる？大ライブは初めてライブで受けた。受けたんや。嬉しさ。それまでなんか言ったら嬉しさ。今まではおねえキャラ封印してて、そんな笑いにしたくないから、そんなのって言ったら。すごい、今やってる。今のこと全員でしてる。今のお笑い。封印ってあったよ、元から。封印一応もともとあったけど、封印しましたね。封印っていうか、使ってなかったおねえという武器が。確かに、使ってたわけ。武器は確かに。おねえを使いたくなかったから、おねえじゃないのを僕ずっと作ってて、で最後大ライブの前にちょっと解散しようってなって、で解散してちょっと空気悪なって、でも最後僕ネタ作らへんで、相方もう最後やから俺作るわって言って作ったら、おおねえネタができてて、おおねえネタ、おおねえネタ、めっちゃおねえで、すごいおねえやもん。めっちゃおねえ、おねえボケがいっぱいあって、これどうなんやろって思って、当日やったら初めて受けて、おーっと、それやったんや、快感みたいな。おねえや、おねえや、それも快感って言わんとってきて。それはどんぐらい快感やった？いや、もう大快感。大快感、大きい快感、大ねネタで大快感、いい快感、めっちゃすごいな。武道館で大ライブで大ねネタで大ライブ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 で大快感、大ライブでね、大ライブで大ねネタで大快感、大ライブで大ライブで大快感、大ライブで大ライブ、それ残るわ。これめっちゃおもろい。大ライブ、大快感。確かに大ライブ一番、一番で言うと、お客さんも多いしな。お客さんもあんな舞台な。あ、でもあれもそうかも。あの最初のさ、舞台やったっけ、劇場か、劇場か、うわ、劇場か、劇場か、どこでやったやつ。そう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 、初めて人前でネタするときめっちゃ緊張したもん。したなぁ。あ、1分ネタか、たった1分ネタ。そう、初めてお客さんの前で、まあそのネタするっていうか、もう舞台袖とかもガチガチなの。ガチガチや、全員ガチガチや。真っ白で、ほんでもそのネタ飛んでるやつとか持ってる。そうそう、あーめっちゃおったやん、めっちゃおったやん、みたいな。そのプロもできやばいやばい、まあやばい、何もできてないやつ持ったし。いや激若だって。懐かしい。そう、俺も DVD 見てん、激若の DVD。 みんなめっちゃ声でかい。めっちゃ声でかい。そうやな、声だけはな、せめて声だけなんかそこに頼ってるみたいな。だからその滑れば滑るほどやばいだって声出すの。でも余計滑る、それがめちゃくちゃ声でかい。汗止まらんかったわ、あの日。懐かしいな、びしゃびしゃだった。それで言うと、あの激闘かな、あのランキングバトル。はいはい、だなぁ、あれ呼ばれてないよ。あ、出てないよ、出てない、出てない。そうなんですよ、選抜だけや、選抜だけや。まだ月に、その中間ライブみたいなんで、お客さん投票で初めて順位をつける、順位決まるライブで、その時の選抜クラスが出れるみたいなライブ。そうそうそう、30組ぐらいか。いや、あれは34か。いや、あれピリついたな。初めてピリついた、ほんまに。
ほんまにおもろいやつ誰やねんって決めそう決めるとか今段階1位を決めるっていうことやから、ね、そうそうあれはでその時の1位やってな小太郎くんあそうかそうありがとうございますその時ではより一層この1組内ではもうクッてなって、うん、1組も結構出てねえけどコンビニ入学のやつらが、うん、でもやっぱ1位が小太郎くんの段階で そいつら VS 小太郎くんみたいな感じになっていやその空気めっちゃ感じたもんやっぱそうそれ感じてんのお前らだけなんでやいや俺はよくない俺がよくないお前らだけど入ってるミスってるっていやバチバチやったでも そっからより一層こうね、そうそう切磋琢磨してそうそうそう五臓六腑めっちゃ怖かったもんだって1位も取れてさ M1 もさ唯一そうそうそう、うん、M1 3回戦 あの当時俺だからめっちゃ怖かった五臓六腑怖い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 歩き方も歩いてるのやろ泳いでるやろ怖いやろこんなやつ怖いやろ俺見てたやろ全然怖い何が怖いんですかめっちゃポッめっちゃオーラ出てたあ、優勝しましたよそれは勝手に感じてそう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 やねんまあ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 俺らも感じたよそれはちょっとやっぱ1位取って M1 3回戦行ってそう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 やっぱこう1個格が違うくなってそうやなやっぱちょっとそういう風に見えた時期もあったその俺らこれでなって俺らどんなやつあるお前ら普通やろお前らやんなただそのグッて見えてるからこういうそう人そうそう見えちゃってたってそれはあれやろなんなお前ら普通気をつけなあれやほんまにそうだからこのフランスの向こうじゃない風切りでもなんかこれはあんまないですごいねなんかオーラ表してるそっからだからその激闘からはもう五臓六腑に向かってみんながこうちょっとガッてなってだいぶ面白くなったコンビがいっぱい目標ができて同期の中でそれはあったと思うほんまにいやほんまにもうなんかそのピンやからまた違うやろけどちゃうけどまあまあもうなんとなく五臓六腑が今のところ1位だなっていうでも眼中にないようなみたいなあーこの人と俺ピンやもんピンやからピン芸人がさどないかやろいやでもなんかこう NSC ってさもうそういう人できたらみんなそこに喋りかけてくるやんいやまあなまあなだからもう俺この人と一生関われへんねんって思ってた俺も今も思ってる俺もそう思ってるそれは違う今も思ってるそれは一回喋ってるし今これはその仕事やから喋ってる俺らこれまで帰るからこっちやっておはははは魚帰りって呼んでる魚帰り魚帰りやめろお前お前らしくも言い出してるの魚帰りって言ってるのキャッツミなんか怯えてたんやろなと思ったけどめっちゃ怖かった初めてだから喋りかけられた時に時折ビートさんって言われてるあ、でもやっぱさん付けやったよ小僧ロックさん怖かったよ、そうなんだよ、怖かったいや、そう、時折ビートも小僧ロックもやっぱ長通ってるから長通ってる NSC 敬語やった、敬語やったそれはそうよ大ライブ後に話しかも俺らもテレビで出したらもうこれですよいやいや今はもう喋ってるやんもういやでも俺あれやで今でもなんか楽屋でそのソードとかこうやっていじってくるの俺めっちゃ嬉しいちょっとよかったよそんなしてないしてるやんけお前してるやんけお前そんなん言いながら喋ったことないやん楽屋いやめっちゃあるあるわそれは